皆さんこんにちは、てるです。今回は10月のセットアップをお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。まずはイラストレーターでイメージに合うフォントを印刷してみました。ちょっとハロウィンっぽいイメージですね。今回は上のこのフォントを使いたいと思います。まずはハサミで簡単に切っていきます。こんな感じ。へい、こんな感じで切り分けました。ちょっと切ってるシーンはあまりにも長かったので、もうカットしてさっとお見せしています。結構この溶けてる感じがハロウィンっぽくて好きなフォントです。次に使うのがこちらのセリアで買った商品ですね。2色あるんですけれども、今回はこっちのちょっとクリーム色っぽい方を選びました。なかなか取り出せなくて焦っていますが、こちらですね。これをまずちょっと破いていきます。結構紙質によってこうやってちょっとまっすぐ目に切れちゃうものとかもあるので、ここはもう物によって試し破りするしかないなってこの時思っています。これをノートに合わせてだいたい下の3分の2が隠れるくらいをイメージしています。ちぎった半分側も使っていきます。だいたいこのあたりかなっていうあたりを決めていきます。そして次に取り出したのがこちら、同じくセリアで買ったウォールシールですね。今回はこの上のものを使っていきたいと思っています。やっぱウォールシールっていうだけあって、普通に買うシールよりもちょっと固めというか、ちょっと頑丈なイメージ、印象を受けました。なんとなくの位置でこれは貼っていきます。でこのページとページの境目があるので、ここにしっかりこう隙間を埋めるように貼っておかないと後々浮いたりとかするので、ここだけ気をつけていきます。場合によってはちょっとカッターとかで切ってもいいと思います。で先ほど用意した紙をなんとなくまた位置を決めながら貼っていきます。葉っぱの根元にあった花をちょっと隠したかったので、この辺りにしています。なるべく空気とかが入らないように貼っていきます。反対側も同じように貼っていきます。少し調整、破って調節して、この斜めのラインが揃うようにしています。でこの間に重ねてしまうと閉じた時になんかめくれてしまうので、見た目は悪くはなってしまうんですが、少し隙間を空けて貼っています。次に同じシリーズのこの丸い羅針盤みたいな紙を使っていきます。このまま使ってもよかったんですが、ちょっと存在感がありすぎたので、書いてある線を使ってちょっと工夫をしていきたいと思います。こんな感じで少し中身を切り抜きました。ちょっとこう不思議な、なんか魔術っぽい感じになっていいかなと思います。糊とかこういったスティック糊、テープ糊を使うと、こういう風に切ったペーパーアイテムって破けてしまったりしてしまうことが多いので、今回はこちらのアレンジができるマスキング素材のテープ、シールを使いました。これもセリアで購入したものですね。今回はこの英字、細かい英字が載ってるシリーズをこうやって下に使っていきたいと思います。こういったものを重ねると切り分けた方じゃなくって、つけるそのマスキングの方に糊が貼れるので、ちょっと安心して物が貼れるかなと思います。あとはこんな感じで位置を確認しながら貼っていきます。個人的に少しはみ出させて外側を切るのが見た目的に好きなので、だいたいこういう感じで貼っています。こんな感じですね。あとこの葉っぱの下側、ハロウィンってこうちょっと暗いというかイメージがあるので、黒いペンを使ってちょっと枯れたようなイラストを描いてみました。よくありますよね、こういうくるっとした木、これをイメージしながら描いてみました。なんか表の世界と裏の世界みたいな感じです。
あとはさっき貼ったこのオクトーバーのペーパーを貼って完成です。こちらが一応カバーページになります。次にバーチカルの欄を作っていきます。今回は少し工夫をまた加えてバーチカルを作りました。詳しいバーチカルとか他のページの説明とかはまた別の動画でご紹介したいと考えています。今回はどちらかというとセットアップメインなので作ってる様子、その時に注意したところだけご紹介しておきます。メインの枠はフィグマのペンで書いています。太さは 0.1 ですね。外枠なので少し太めの線で引いています。こんな感じで外の部分だけ完成しました。次にこの上の日付の部分ですね。今回はジュースアップのシリーズでクラシックグロッシーレッドというちょっとツヤ感の出るペンを使っていきたいと思います。ハロウィンのイメージなのでちょっと血っぽい赤色のちょっとツヤのある感じのものを使いました。ちょっと動画では分かりにくいかもしれないんですが、ちょっとラメっぽい感じが出ます。こんな感じで完成ですね。そして横の時間軸の部分も同じくフィグマの 0.1 ちょっと太めの方で書いています。以前は数字で全部書いてたんですが、主要な3時間おきぐらいだけ数字にして、あとは点々のもので書いています。そして次にこの中の線ですね。3時間おきに書いてるので、今まではこうちょっと狭めのバーチカルだったのでそこまで気にしてなかったんですが、今回は結構2ページにわたって作ってるのでガイドラインを引いてみました。次にセリアで購入したこちらのペーパーを使って少しだけデコレーションをしていきます。ちょっとあまりにもサイドが寂しかったので、両サイドにちょっとラインを引くようにペーパーを貼ってみました。マスキングテープとかがあればマスキングテープとかの方がやりやすいとは思います。そしてこちらの購入していたシールで少しだけデコレーションをしていきます。ものすごくこのお化けとかぼちゃ可愛くて、もうこれを絶対に使おうと思って最初に使っています。バランスを見ながら文字のものとかも入れると可愛いかなと思います。こんな感じで作ってみました。あとは上の方にもちょっとハロウィンっぽさを出すためにこういった丸シールとかも貼っています。ハロウィンのシールのこのガーランドの部分を使ってもう少しデコレーションを追加します。こういう風なガーランドって結構汎用性があるので1個持っておくといいですよね。こちらのページでは上の部分、先ほど書き線を書いた部分は今まで通りバーチカルの欄になります。詳しい紹介は別の動画をアップする予定なので、そちらでより詳しくご説明をしていきたいとは思います。そしてこちらの部分は日々のタスクや予定を書き込む部分ですね。今までであればウィークリーのような形でスペースを作っていたんですけれども、そちらだと自由に書けなかったりとか、今回はもう今の段階ではすごくシンプルになってはいるんですけれども、横長にスペースを取りました。自由に書いて検討しながらちょっとここは使っていきたいと思っています。でもう一つのこちらの部分ですね。こちらは次の週以降の予定やタスクなどを書く、まあどちらかというとメモをする欄になります。1週間ずつのセットアップを続けていっている状態になります。で今回は特にマンスリーのページを消しているので、この日この予定が入るっていうのをもうメモっておく。でこの欄にメモっておくことで次の週のセットアップでその日の予定があればそこに書き込めるっていうようなメモをする欄になります。そして次のページになるんですが、正直今の段階では何もしていないです。
ただこちらのシール類を使ってフリーページとして使うことにしました。ここでは夜の振り返りとか日々過ごしていてアニメとか漫画とかドラマとかそういったものの感想を書きたいっていうことが最近すごく衝動的にあったので、そういったもういろんなものを書くっていうことをしていきたいと思っています。ただ日によってはもちろん書くことないなっていうこともあるので、もう2ページ分フリーにして自由に使ってみようっていうことにしました。コモンプレイス風に使えたらなと思っています。本来のコモンプレイスはもっと厳格な、まあ、ルールとかやり方があると思うんですけど、ちょっとまだそこまで の使用感は求めてないので、この2ページ分をどう使い切ったかで来週どう作るかを考えていきたいと思っています。それでは最後にページをご紹介していきたいと思います。こちらがカバーページですね。イメージ的にはハロウィンのちょっとまがまがしさとモチーフっぽくなる枝と月をイメージして作ってみました。使ってるアイテムは全部セリアで買ったものになります。そしてバーチカル、まあ、ウィークリーの部分ですね、今のところシンプルに作っています。下と右側には書き込めるスペースをちょっと広めに作ってみました。最後はフリーページということで正直何も書いてない状態なんですが、シールを使いながらモーニングページ、コモンプレイス、様々なものを少しずつ試しながらアイディアを模索していきたいと思っています。いかがだったでしょうか。今回は10月のセットアップを行いました。作ったページ自体は正直今までのセットアップに比べると本当少ないんですけれども、機能面重視で作っている部分があるので、より10月のウィークリーのセットアップの方で考えとかをご紹介できたらいいなと思っています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしております。